あなたをつなぐムーチューブつなぎ役は私ヒューマンギブのミーコですよろしくお願いします。そして笹ぎ役は月刊ムーミカミ編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。はい。始まりましたけれども。ええ,え。あれですね。世の中は、はい、もう激動というかね。 もう,最近つのに思うね,もう週末だね世の中ねね末すぎませんもう、ね、戦争あるしなんだ国会はとか、ね <laughs> うん、言いたいこといっぱいあるけどね言いいもうってい,たいことはもうわけわかんないもんね。もうなんかもう世の中がむかしすぎてどうしちゃったのっていうぐらいもう。もうね <laughs> 世の中ネットの中で陰謀論陰謀論それ陰謀論なのよねって言ってた。 うん、まあある種のね皮肉、うん、もう批判なわけねえだろうみたいな陰謀論をイーロンマスクは本当だって言ってますけどもみたいなね<う>イーロンマスクだよイーロンマスクがもうツイッターで出てた陰謀論って結構本当だったねっ全部本当じゃねえかみたいな <laughs> イーロンマスクはこっち側こっち側でしたね無駄はない でしたねもうあれだよねまあ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 だから世の中っていうのはねひっくり返ってんだよもうねえもうどっちに真実があるかうん当然ならこっちでやっぱりねとうとう,うそろそろあれだよねもう、うん、ねえ世直しじゃねえけどよ <laughs> 夜直しねなんかさあんかもうわけわかんないねもうねもう今日もあのニューヨークがオレンジ色に染まってもう週末かと思ってますみたいな感じオレンジすごいしねとうとうまた UFO 情報いっぱい出てますよ、ね、これね今ねすごいんだよねこれねあのちょうど今日は6月の9日そうです、ね、これ今ね あの6月中旬初中旬中旬で今あの計画してんだけどもディスクロージャープロジェクトって言ってあの例のお医者さんのねスティーブン・グリア博士がもうやるぞともうちゃんとしたナショナルプレスセンターでもうちゃんとした社会的地位のある人元軍人だとか政治家だとかね学者だとかってもう UFO はあるぞじゃなくて。 エイリアン UFO 情報を隠蔽してきました、ね、政府は全部隠してますっていうのをもう本気で責任をね追及するうん、うん、もうやるってやるよ<ー>だからね大学の教授なんかももうね五5人に1人ぐらい UFO 見てるぞとかね、うん、分かってるぞ政府が うん、エイリアンの情報っていうよりもエイリアンの存在そのものを隠してるっていうの分かってんだぞっていうねしてんだぞっていう、うん、あれだよ来ますねあのなんか有名な何ですっけタッカーさんでしたっけなんかそう,そういったこう有名な方とかもねもうあれねもうねいろいろ問題はあるよ問題あるけども l g b t q ァはい、はい、プラス まあい,いよもう言うんだったらそれ突き抜けるよ。うんうん、LGBTQ+ エイリアンだよ。はい、エイリアンエイリアン法案だよ。ほうほうほう。いやそこまでくるよ。うんエイリアンが来たらどうするの外国人、ね、入管法とかあったでしょあの改正うんって。はい、ねあれもう全部エイリアンだから。

ガチでそのためにやってる、ね、難民とか移民とかあるけれども、はい、来ちゃいました来ちゃった場合はどうするのみたいな、ね、その辺の法整備はいかがなものなんですかねあだから政府はだから着々といろんなもう顔とか顔とか関係なく顔とか関係なくグ, <laughs> グレーも受け入れていきましょうみたいないやそういう話になってくるでしょうそういうに、ね、なってくるわけですね そそっかそっかかもう人間の形してなくたっていいじゃないみたいなところまでね中国地方がね <laughs> 太陽光パネルどん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 かぶって「ああ」じゃなくてエリアもーがドーンと来て「てはいここに何々精神のエリア不法占拠だ!」ってこう言っても「え何か?」って何<か>それはそちらのお宅の決めたルールでしょ<う>って。 まそうですよね。家。そうだ家庭には家庭のとか言ってるけど。ね、国の法律に従うみたいな。いや、もっとね。なんか。これね、もう、あの、太陽系連合、宇宙連合、銀河連合のさ。の、なんか。そろそろオタク、地球人も、こ、こちらの方に所属していただかないと。何やってんですかみたいな。ね。むいよ、もう、国連どころの騒ぎじゃねえよ、もう。そういうことに向けて。銀連だよ、銀連。 銀河連合っていうとなんかちょっとまあ夜走ってそこの間ねちょっとたまたまねもっとねやんちゃしてた人にね,、はい、ね話聞いたけどやっぱなんかあるんなね広島の。 あそこには憧れたもんだねおておい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 待て待て待て関東には黒い帝王がいただろ黒い帝王でやっぱり広島だよねみたいなとこをね昔はこんなメンチきてましたみたいなねこういう感じでまあ女性の話を聞いてしみじみと女性あったあった昭和あった昭和あった そ <laughs> そっかそっかかところが今やもうあれだねもう,、はい、もうね令和の、はい、もう生まれた時にはもうスマホネットがありのも TikTok でみたいなねそうですよもうす、ね、グローバルですからねだって生まれた時にこう動画見てんのよ絵本じゃないんだもんねそう,そうもうとりあえずねあの YouTube つけときましたからねって話なんだよねそうとりあえずこ YouTube 見せときゃ黙ってるんだろうみたいな。 テレビつけてればねあの夕飯の時にねあのもう子のもはおとなしくこうテレビに向かってあーって見てるそうそれとゲッターロボこうやって見てる <laughs> あ<ー>それと一緒です、ね、YouTube をこうつけとけばもう、うん、すごいよなもう,そうだから昔はみ見てたのがみんな一緒だったのに多岐に渡るわけです、ね、ああそうだねなのでこれ見てなきゃさ明日学校行った時に話についていけないみたいな。 のが若干こう、ね、え選択肢。八時だよ、前週も見てないとさあ。<laughs> 月曜日が学校行った時に、はぶられるわけですからね。<笑>,笑うじゃん。それが。それがね。お前は何見てるかわかんねえみたいない。どうなんでしょう、ね。そもそも。ね、あれ違うもんね。でも、ほら、人間としては、どうしてもこう、群がりたい精神があるから。<ー>む無理やりにでも、なんかこう、同じものを。あ、グルーピングですか。 グルーピング、グングね、今もしてるんじゃないですか。体内記憶ある人だけみたいな。<laughs> そうそういるって言って、こう集まってくるみたいな。<体内 S 2> あるんだよね、なんかね、そういうコミュニティの作り方ね。そうそうだから、今またね、ミクシィみたいなのが、こうな。なんか、なるよね。そう <laughs> そう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 。とかね、なんか、聞きますけどね。うん だってみんな点でバラバラだったらねいじめもなくならないですしそうなんだろうねその辺はねその辺もねいろいろあると思いますけどあのしかも話すごい変わって今佐賀県すごいフィーバーして佐賀県佐賀県の悲しいさんが佐賀さんはマジンサーが吉野ヶ里跡が分かってる吉野ヶ里跡ってあんまり分かってない お,お宅のお,<た>お宅の地元今もう吉野狩りフィーバーってあの言っとくけど山大国関係ねえからなやっぱり <laughs> 言っとくけど吉野狩り遺跡は山大国の時代よりも前なの100年200年前の時の遺跡なの <laughs> でももうニュースではば卑弥呼がまあだからね今回見つかった石棺ね <laughs>、はい、あのその吉野狩り遺跡の広域のところで日吉神社ってのあって、はい、まあ神社があったから、ね、なかなかこう手つけられなかっ、はい、いた大い体神社あるとこって本当に古い にあの関東もそうだけど大体いい古い神社があるってことこって古墳なんだよね、はい、古墳とか墳丘墓だったりするから<ー>吉野の里の場合もやっぱ典型的にそのう、はい、ずっとそういう神社みたいにこう継承されてきたってことやってみたら縮屈してみたらやっぱ石棺出てきたんだよね,ね出てくるもんですねちょっとでその時代がねその三石卑弥呼の時代に重なるっつうからさまあねまあ <laughs> 大和英国九州派 九州はもう、九州説の方々はね、もうあの派閥がビギナー。もうね。そうですか。福岡、やめだとかね、博多だとか、鹿児島だとか。まとまんねえんだよ、野党で、野党。野党みていなもんだよね。大体与党はもう、あの機内で終わ。 <laughs> ま、周り飽きないみたいな。あとちょっと変わったら四国説 <laughs> エジプト節、<laughs> ジャワ節、ね、ワちょっとこの辺は無敵に掘らしなきゃ。<laughs> <laughs> <laughs> まあ我々は野党ですね。ついついねやっぱり掘られるとちょっとテンション上がっちゃって。<laughs> まあ確かにね吉野永はあのまあ。 でかいからね、規模としてはね、ね、あの、本当に、あの、稲作としては、あの、うん。あれだけ広大な稲作ができたっていうことは、それだけの人口を支えたっていうことだから。確かに、そういう国があったんでしょう。山大国じゃねえけどね。悪いけど。だ、そうですよ。ただね、あそこはね、面白いんだよね。ああ、呂布伝説なんだよね、さがってね。あります。あります。だから、吉野ヶ里のあれの、うん、もともとの源が。 うん、実はジョークだージョークの集団だこれはあの昔あのシンポジウムやったんだよね<ー>シンポジウムやって中国と韓国と日本との合同でねうん、うん、あれはもうあれですよかのモザイトラオ大先生が「はい、ジョークは来てます」って言ってね、うん、でもうあれ本人もなってるかなかなりのその もうん呂福がいた時代のその場所のその文化とか例えばし植物、うん、ね稲草も含めて全部似てんだ、ね、よもう完全に同じなん,、ね、んだよ来てるんだよやっぱ高南の方からこうかうあ大量に来てるんだよねんうん、うん、それはいいただし山大国はどうかわかんないよわ <laughs> かりましたそんなに <laughs> 何度も言っていただかなくてねワイドショーでもなんかこういうね <laughs>、はい、山大国論争に持っていけば盛り上がるだろうみたいなね、ままあ ねあれだけど感じなんだろうなと思ってましたけど。ね。せっかにバッテンついてとおおとかね。だべ。じ早くね。うん。ひみこさん現れてほしいですねとかで。いやいや何言ってんの。昨日やったよ昨日。まあいろんな説はありますよね。い。ろんな説をまあフォローするのは無ですけど何言っちゃってんの。いやもうほもうちゃんとね。 上がってくればもうその <laughs> 論争も、ね、まあもちろんね卑弥呼とかね、うん、名前が書いたものがこう出て「金石文」っていうんだけど、ね、そ,そんなものが出てくればもう、うん、まあチェックメイトなんだけどまああるって話もあるからねうーんもう分かってるって。うーんじゃあやって飛鳥先生が言ってたよ。<laughs> じゃあつったらおいというわけでねいろいろありますけどもなんかダムの話とかも聞きたいけどダムダムねダム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 ダさっさとはい本編。さっさと行けという行けということなので。